皆さんこんにちは、203です。今日は、マドンナインの最高速チャレンジをしていきたいと思います。と言ってもまあ素人なんでそんなスピード出るわけではないんですけども、まあ、客室的にはスプリント寄りなんで、まあ多少速く走ってるとは思うんですけども、どこまでスピードが出るかは分かりませんけども頑張っていきたいと思います。まあ終わったとこなんですけども、まあやっぱりあの目標としては60キロ出たんで良かったんですけども、最後のちょっと追い風がアシストしてくれたかもしれないですね。ただダンシングのタイミングがちょっと合わなかったんで、まあそれと相殺するとまあまあ良かったかなと思います。